昨日も都内で火事が相次いで発生しました。板橋区では店舗兼住宅から出火し、現場から搬送された高齢の男女2人が死亡したほか、大田区の都営アパートでも住人とみられる男女2人の死亡が確認されています。高島平の火災現場では、未だに焦げ臭さが残っています。あちらはバイクでしょうか。原型をとどめていません。 警視庁などによりますと、昨日午後7時半ごろ、板橋区高島平の店舗兼住宅から出火したと119番通報がありました。2階建て建物およそ300平方メートルが全焼するなどし、救急搬送された高齢の男女2人の死亡が確認されました。死亡したのはこの家に住む斉藤信夫さんと妻の恵子さんです。 爆発音っていうか破裂音がドーンとかバーンという音が合計2、30回ぐらいは聞こえたと思うんですけども昨日、大田区東工事屋の都営アパートでも火事があり火元の部屋30平方メートルが焼けました現場で住人の80代の夫婦とみられる男女2人の死亡が確認されました 警視庁は火事の原因などを調べています。